公明党の横山でございます私からはこの森友の決裁文書問題について取り上げさせていただきます3月2日に新聞報道によって各界の疑惑が持たれて以来本予算委員会ではこの決裁文書の提出を求めてまいりましたしかし8日に財務省から提出された決裁文書のコピーは、まあ、すでに公表済みの文書と同じ内容 であるなど財務省の対応は誠実とは言えないものでございました。そのわずか4日後の12日に閣下の事実が明らかになりました。しかも5日には国交省から連絡があったにもかかわらず、この12日に閣下の事実を明らかにした。この間8日には参議院に。 ここのコピーを停止してるわけですからこれほど国会をなめた話はありません国会は国民のものですから、財務省は本当に国民をバカにしてる、まさにそういう行為だった、それがこの4日から1 1日の間の出来事でございました。本来であれば、この時期の参議院は予算審議の真っ只中でございます。ところが 国民生活に直結する平成30年度予算案、それ,それとは直接関係のない、この決裁文書の書き換えという問題を取り上げなければならない。国会審議を無用に混乱させてきた財務省の責任は重大です。まず冒頭このことを申し上げておきます。一連の報道を見聞きをしている国民からすると、このような大それたルール違反、これを 財財務省理財局だだけのの判断でできるのかとといいいううう疑問を持って当然だというふうに思いますもっと別の力が働いたんじゃないか、あるいは上からの指示があったんじゃないか、まあ、こう考えるのが普通だと思いますけれども、この点、どう考えるか、総理にお伺いいたします安倍内閣総理大臣。あのまず、経緯について、財務大臣から答弁させました、その上でお答えをさせていただきたいと思います。麻生財務大臣 これは財務省といたしましては、これはもうご存じのように、国有財産のいわゆる管理処分というものに関しましては、これ、たびたびご答弁をさせていただいておりますが。 相手がどのような方とかどのような機関とかいろんな表現はあろうかと思いますがそれに関係なくこれは法令に基づいて行ってきているというところでありますで書き換えられる前の文章を見ましても政治家の側等々の名前がいくつか挙げられておりますけれども不透明な働き方があった旨ということが記されているわけではございませんでしたで書き換えが行われた経緯や目的についてはこれは最終的に書き換えというものの経緯とについては これはいわゆる調査結果を踏まえる必要があろうとは存じますけれどもこの本書の書き換えの件は昨年の2月下旬から4月等々のにかけて国会対応を担当する当時の理財局の一部の職員が行ったものであろうと想像がされるところでありまして書き換えられた文言というものを見る限りにおきましてはこれまでの国会答弁主として佐川です。 けれども佐川の国会答弁に誤解を受けることにならないようにするために行われたものだと思って、不当な圧力がとうとうにということではないと思っております安倍内閣総理大臣。経緯につきましては、財務大臣から答弁したとおりでありますが、いずれにせよ、えーまあ、今回のこの一連のお書き換えについてですね、えー 行政全体に対する信頼を揺るがしかねない事態になっております。行政の長として責任を痛感しております。改めて国民の皆様にお詫びを申し上げたいと思います。そして、今回国民の皆様から厳しい目が向けられている、このことをです、ね、しっかりと真摯に受け止めながら、捜査に全面的に協力をしていく、これは当然のことでありますが、とともにですね、なぜ こんなことが起こったのか全容を明らかにするためにしっかりと調査を進めていく麻生大臣にはその責任を果たしてもらいたいと思いますその上ですべてが明らかになった段階において二度とこうしたことが起こらないようにまあ信頼の回復に向けた組織の立て直しに 全力を挙げてて取りり組んでもらいたいたと考えております、まあ、今後とも国会審議の場などを通じて、しっかりと説明責任を果たしてまいりたいと思います横山伸一君あの。違法性の有無は今後の捜査によって明らかにされることだというふうに思いますけれども、私はあの本当に不思議に思うんでありますが、まあ、これほどの決裁文書の書き換えというです、ね、まあ、これほどのまあルール違反に対して、 まあその一部の職員というまあえふうに財務大臣も説明をされておりますけれども、一人の人間の仕業ではなく、一部の職員でということになるわけですが、これほどの,その重大な行為に対して、複数の職員が関わっていたとすれば、なぜ止められないのかと、こっちの方がまあ不思議に思ってしまいます。理理財財局局長長これれどうして止められなかかったんです大 あのおっしゃることはよくわかります、その上で、えー、今、誰がどういうふうに関与して、こういうことになったかということは、まさに調査をしているところではありますが。 あの委員のおっしゃるとおり、基本的にこれはああの仮に上がいて、えーまあ、下の職員がいたとして、上が仮にそういう指示をしても、下の職下って言うと言い方悪いですけど、ポストとして下の職員が、いやいや、そんなことをしたらやっぱりだめだということがならないといけないし、ただ、その上がものすごく強くて、強くてっていうこともあるんで、そこのところをよく調べたということですが、いずれにせよ、組織の問題であり、あるいはその時の出てくる個人、固有名詞の問題と。 そういう面もあると思いますが、それは本当に徹底的に調べ、あるいは徹底的にそのことの海を出さない限り、ああ二度と立ち直れないというふうには思っております横山真一君まああの。理財局の中ではです、ね、まあ、あの財務大臣もあの3月12日のぶら下がりでも、財務省、理財局からの指示で可決が行われたというふうに答えているわけですから、まあ、理財局の中ではですね、まあ 誰の指示でやったのかということはもう分かっているはずなんですね。で、えー、まあ、どういう系統でというかですね。まあ、決済の流れった基本的に仕事の中であるわけですから。まあ、そういう意味では、その誰の指示で、ええ、書き換えを行ったのかということは、もう当然分かっているというふうにも思います。まあ、少なくとも、佐川さんは知ってたというふうに思うんですけれども、財務大臣どうですか。総財務大臣。 誰がと言われると今の段階で特定のいわゆる人の名前を申し上げられる段階にはないんだと思いますが最終的に書き換えの経緯等についてはこれは今やっております調査結果を踏まえる必要があろうと思いますんでちょっとこれは今の段階で「誰が」ということをお答えは差し控えさせていただきたいと思いますがいずれにしてもし。 この進行中であります捜査というものに関しまして、私ども、これ、全面的に協力するとと,ともに、あの財務省としては引き続きさらなる調査をさせていただきますんで、その上で私どもとしては、これはきちんと戦闘、信頼回復ということにつながらんと思いますんで、そこのところはきちんとさせていただきたいと思っております横山伸一君まああの。組織としてというかですね、その理財局として、 まあこの書き換えという行為を止められなかったということは、これはですよ、もう少しこう、復元して考えると、決裁文書の書き換えっていうのは、日常化してたんじゃないのかというふうに思われてもしょうがない、また、報告のあった決裁文書以外にもやっ,てやってるんじゃないのかと、他にもあるんじゃないかというふうにも疑われてもしょうがないというふうに思いますけれども、理財局長、どうですか <laughs> 大田理財局長。 お答えを申し上げます今の状況下で、委員がおっしゃられていることにあの、委員の皆様方、国民の皆様方に納得をいただけるような状況ではないというのは重々承知をしております、その上ででございますけれども、あの今回あの、本当にそれはもうわれわれとしても必死なので、必死に確認をして、最終的に捜査当局のご協力もいただいて、提出をさせていただきました。 今回のこの書き換えについては、今回14件を出しをさせていただいたわけですが、我々としては本当にギリギリできるだけのことをやって、これで本当に全てだと思っております。あの、我々がまた至らなくてということをもう心配され、あるいは懸念を持たれるのは重々わかっておりますが、我々としては本当にこれで全て、事実関係については少なくとも何があるかという事実関係については全てえ出せているもんだと。 あの本気でそう思っております、そういうことだということは、ああのご理解はいただけないと思いますが、私どもがそう言っているということだけはお聞きをいただきたいというふうに思います横山真一君。もう本当にこれで全てだと言いながら、今日もまた出てきたんですよ。私たちはね、まああの、野党とも対応もある、まあ、そういう意味では、まあ、財務省をある程度信,信用しながら、まあ、出てきたものに対してですよ。 まあ、対応してきたわけですそれを裏切られたんですから、でそれで信用しろって言ってもです、ね、それは信用できない、先ほど来話が出てますが、まあ、この出てきた報告書をあの、新しい書き換えの報告書を見ますとです、ね、まあそのまあ、全体的には、まあ、今まで、えー、言われてきたこと、 まあ聞いてきたことと、な、まあ、何ら変わりなく新しい、まあ、事実が出てきたというわけではありません、まあ、それよりもむしろです、ね、先ほど来、話に出ているように、むしろ全部出した方がよかったんじゃないのかと、まあ、むしろそういう内容でありまして、さまざ、あ、まな与野党の国会議員からのです、ね、問い合わせに対してもです、ね、面会しても意味をなさないとか、価格についてはどうにもならないというふうに出てきてです、ね、まあ、そのむしろ現場ではちゃんとやってるじゃないかと。 いうまあ、そういう事実の方がまが、あ、よく浮き出ている、まあ、そういう報告書であります、まあ、その、それなのにですよ、それなのに、なんでわざわざ削除しなきゃいけないのかということが本当にわからない、まあ、ことなんですけれども、まあ、その、まあ、佐賀さんがです、ね、自分の答弁のためにやったという、まあ、その答弁とそごをなさないように、まあ 抱えたんだと、えー、その答弁にそうなさないように書かれたんだという、まあ、話が出ているわけでありますけれども、まあ、その、まあ、当時、佐賀さんが理,理財局長だった、まあ、その同じ今、立場にね、太田局長がいて、同、ま、じ、あ、公務員としてその、まあ、同じ立場としてです、ね、同じ官僚として、な、ま、ん、あ、でわざわざまあ削除する必要があったのかということについて、どう考えますか。 大谷財局長お答えを申し上げます。あの今ほどのご関門は、あその私の個人の意見を言えというようなご質かと思いましたので、そういう意味で申し上げさせていただきます。あのお私もお去年の夏からこのポストで答弁をさせていただいております。あのやっぱり国会で答弁をさせていただくということは大変責任が重いですし、正直に申し上げてものすごく緊張していると。 いうことは事実でございます。ただ、ただ、そういう中で、だからといって、えー、自分があ答弁をしたということと、それが誤解を招かないようにということで、決裁書を書き換えるということは、あ私としてはどう考えても、それは結びつく話ではありません。あの、やはり答弁をするのは大変、あの、私が至らないんですが、大変なんですが、やっぱりそれは一生懸命整理をして、えー、勉強をして、えー、その上でもちろん、 発言をしても、答弁をしても、なかなか上手にできなくて、理解いただけないということは多いと思いますが、それをまあやるのが私どもの仕事だと思っておりますので、そういう意味では、このことは正直に申し上げると、私個人にとっては理解ができないということではございます小山真一君、まあ。役人にとってもなかなか理解できないことだったということなのかもしれませんが、われわれにとってみると、なお一層分からないんですね。 でこの結成文書と、まあ、先ほども言いましたけれども、まあ、大臣の話の中で,です、ね、佐賀前理財局長の答弁との間にそごがあったから誤解を招くことのないように書き換えたというふう,ふうに説明をされているわけですが、まあ、この説明の中にはです、ね、まあ、その答弁が先か、それとも書き換えに基づいて答弁したのかと、まあ、どっちなんだという、まあ、疑問が残ります。 先にその2月下旬から4月に書き換えが行われたというふうに報告をされておりますので、あの書き換えの日時は理財局では分かっていると思うんですね、いつ書き換えたのかという、まあ、あるいはそのフォルダの中をこう、ね、いくつもフォルダーをこう探していったらあるというわけですから、そのファイルを書き換えた、あるいはファイルを登録したその日時を見れば、まあ、そのことも分かるはずであります。 言ってみれば、その答弁が先か、書き換えが先か、まあ、これはあのファイルでまあ当然、今分かっていると思うんですけれども、まあ、あのこのことについて、どうですか大谷財局長。お答えを申し上げます、2月下旬から4月にかけて、書き換えをしているというふうにご報告をしております。で我々が 今、調べて、調べられる限りのところで、合区申し上げれば、あの、書き換えというのは一つの決裁文書について、ある一日をもって、えー、書き換え前と書き換え後が生じているというわけではないというふうに認識をしております。要すれば、何回か何回か、すべてではもちろんありませんが、何回か何回か、あ,ある意味でえ書き換えてきて、えー、最終形といいますか、書き換え後のものが出来上がっていると。 いうふうになっているというふうに承知をしております。要すればあ,あの、2月下旬っていうのは、あの、2月15日に初めて、えー、この件について国会で質疑があった時ですから、まだ非常に割と最初の時期でございますし、3月はあ相当多く議論があった時であります。要すれば2月から3月にかけて、3月の方が、あもちろん審議、日日も多いですし、審議なんていうか時間も多いんですが、その、お 答弁があって、それを、おとの関係をお考えて、えー、こういうことをしていたというふうに考えられるというふうに思ってございます横山伸一君あの、まあ。一つ一つね、佐川さんの答弁とその書き換えの日常を、まあ、明らかに今すべきだと思いますけれども、で今の説明ではで、すね、っとよく分かんない、まあ、答弁が先か、それとも書き換えが先かは言えるんじゃないですか。 大谷大お答えを申し上げますあのぴったりということではないと思いますが、というのは、答弁あるいは国会での議論をある程度先まで読んで、あるいはこういうことがありそうだということも含めて、という面もあるかもしれませんが、あのどちらが先かというのを、どちらかと言われれば、それは答弁が先だということだというふうに認識をしております。 横浜一君まあそう言ってくれればいいんですね、すでに答弁が先だったということをだということでありますで、まあの、質問を変えますけれども、えーまあ、現在ですね、まあ、財務省内で、えー、調査がまあ引き継ぎこなわれているわけでありますけれども、まあ、の今回のことによってです、ね、国民の多くは財務省を信頼できなくなっているということであります。でえー まあ理財局の責任だと言っている以上です、ね、<coughs> まあ、すでに財務省は全容ある程度把握しているんだと思うんですね。まあ、もちろん、その知見の調査は続いていますから、まあ、その調査に全面的に協力をしなければなりません。まあ、しかし、国民の信頼を失っている以上です、ね、この理財局自ら明らかになったことはどんどん国民に明らかにしていく、まあ、そういうことが必要じゃないかというふうに も財務大臣。これはあの、もともとこの決裁文書というものを書き換えるというようなことは、これは誠に由々しきことなんであって、これは甚だいかんと、たびたびご答弁申し上げ、お詫び申し上げたところであります。 今後、この進行中の捜査にこれは当然、全面的に協力するのは当然なんでしても、これは財務省として引き続き、さらなる調査というものを進めさせていただいて、この信頼回復に努めていくというのは必要なことなんだと思っておりますが、いわゆる書き換えというものが、当時の本省の理財局のまあ国会答弁担当、対応する職員ということになろうかと思いますが、 どの職員がどの程度関与したかということの調査にも、これは当然ながら着手をしておるんですが、しっかりとこの調査を尽くす必要があろうと考えております。従いまして、捜査当局によります捜査への影響というものも十分に配慮をしていないといかんところだと思いますが、ご指摘を踏まえて、できるだけ速やかにこれは対応していかねばならん。それをもって信頼回復に当てねばならぬと思っております。横山慎一君。 はい、国民は注目しておりますので,です、ね、まあ、ぜひそれを実行していただきたいと、えー、誠実に実行していただきたいというふうに思います。あの3月2日の予算委員会におきまして、我が党の魚住議員の、えー、行政文書管理の質問がございました。まあ、その梶山大臣はですね 公文書を扱う職員一人一人の意識をより一層高めていくことも重要なので、各府省職員向けの研修の充実を通じて、ルールの徹底を図るというふうに述べておられます。まあ、あのこの問題はですね、やはりその官僚のなんていうか、あの傲慢さというか、まあ、そういうことがこう見え隠れしてしまう部分があってですね。 でこのお、まあ、財務省だけの問題として捉えられるべきものではないというふうに私は思っております。でまあ、公文書の管理の運用というのは、各省庁に任されておりますので、まあそ,のおまあ、その公文書管理の希薄化ということも、まあ、背景にあったのかもしれません。 まあそういう意味では、この行政文書管理のあり方というのをしっかり職員に徹底をしていくということは大事だというふうに思います。あの公文書管理法という法律がありますけれども、まあ、5年ごとの見直しがなされておりますが、まあ、今も見直しに向けて検討を行われているというふうに承知をしておりますが、まあ、これまでの見直しの結果というのは、不足を変えているだけなんですね。ですから、まあ、その本体の中身について触れられていない。 ましてや今回の事案のような、決裁文書を書き換えるなんていうことを全く想定していないですね、この行政管理法というのですね、そういうことを考えると、この法律の見直しも含めて、しっかりと今、取り組んでいかなければいけないというふうに思うわけですが、一方で職員に対してどうするのかということについては、あの <coughs> 昨日の公聴会でもですね、え、ー 公述人の、まあ、意見陳述の中にありましたけれども、その、まあ、この公文書管理研修、まあ、しっかり、えー、やっていかなきゃいけないと、また、それの講師も足りないんだという、まあ、発言もございました。で、この公文書管理研修のお行政機関のです、ね、受,講受講者を調べてみると、これもう驚くべき数字でございまして、まあ、2013年が、 2.2%2014 年が 2.4%2015 年が2.7%ですねずっと2%台しか受講していないというですねまあ、こういう実態もあるまあ、そういう <coughs> 実態を見てみるとですねやはりそのこの公文書管理の意識の低さというかですねまあ、そういうのがまあ見えてくるわけでありますまあ、そういう意味でこの全省庁が公文書管理の意義をもう1回捉え直す必要があるというふうに 考えるんですけれども、梶山大臣お願いいたします。梶山博規制改革担当大臣、今回の決裁文書の書き換えは、まあ、公文書への信頼を揺るがしかねない行為であり、誠に遺憾に思っております。 公文書管理は現在と将来の国民に対する説明責任を全うする上において極めて重要なインフラであるとの認識を全行政機関の全職員が共有をし適正な管理を実践することが重要であります公文書管理の見直しについては昨年末に行政文書の管理に関するガイドラインを改正をいたしましたこれは今ご委員ご指摘のように23年4月に え、公文書管理法が施行され、5年の見直しを、えー、有識者、外部の有識者からなる公文書管理委員会のメンバーにしていただきました。そのご指摘事項が入ることと、あと昨年様々な事案があり、様々なご指摘がありました。それも踏まえて、えー、年末に、 え、ガイドラインの改正を行ったところであります。そしてさらに、行政文書の管理規則ということで、今年度末までに、外部の先ほど申しました有識者による公文書管理委員会でチェックを今行っているところであります。そして新年度からそれらを適用していくという今、作業を行っているところであります。 ルールの見直しに加えまして、公文書を扱う職員一人一人の意識をより一層高めていくことも重要であります。研修の充実を通じて、ルールの徹底を図っていくことは極めて重要であると考えております。具体的には、先ほど研修の参加の比率のお話がありましたけれども、各府省において、全職員が少なくとも毎年度1回、研修を受講さ,れるさせることを求めることといたしました。 他にも出先機関の職員等も含め、各府省のすべての職員が公文書管理に関する研修を受講できるよう、内閣府においても、いいランニングやサテライト研修の導入を進めているところであります。まあ、こののほか公文書管理の専門職員 の育成を図っていきたい、また各市長における公文書管理業務を支援する専門職員の配置等についても、検討を進めるなど、公文書管理の質を高めるための普段の取り組みを続けて、改正ガイドラインの実効性を高めてまいりたいと考えております横山信一君。はい、まあ、あのここは非常に大事なところだと思いますのでですね。 あのまあ、積極的に取り組んでいただきたいんですが、どうでしょうか、大臣、あの今回の事案を踏まえてです、ね、この公文書管理のあり方というか、まあ、この公文書管理法の,その内容が、今回の,その決裁文書の書き換えみたいなところまで含めて、まあ、見直されるのかどうか、その点、今の状況でお答えできることがる谷山担当大臣 あの現在、財務省の事案については、調査をしているところということで、その推移を見守っているところでありますが、すべての可能性を排除せずに、できるところ、努力をしてまいりたい、このように考えております横山真一君。あの最後の質問にしたいと思いますけれども、あの総理にお聞きをいたしますが、えー、まあ財務省はまあ今まで,です、ね、立法府と国民を欺いてきたと。 ということをまあ深く反省をして、説明責任をしっかりまあ果たしていただかなければなりません、まあ、そして今後、二度とこのようなことを起こさないようにしなければならない、まあ、そういう意味では今言ったようなその公文書管理のまあ研修なんかも非常に大事なんでありますけれども、まあ、この再発防止と併せて国民の信頼をどのように回復するのか、最後、総理にお聞きをいたします安倍内閣総理大臣あの先ほど答弁をさせていただきましたが、国民の皆様はなぜこのようなことが起こったのか。 こう思われておられるんだろうと思います。その意味におきまして、しっかりとこの疑問に答えていかなければなりません。あの捜査においてもちろん、全容を解明するために、われわれ全面的に協力をしていくところでございますが、同時に財務省においてもです、ね、しっかりと調査を進めていくことが求められている、そのことについてです、ね、麻生大臣にその責任を果たしてもらいたいとこう考えております。その上で やはり再発を防止をしていく、二度とこうしたことを起こさないようにしていくためにもですね、全容を解明する必要がございます。全容をまず解明し、そしてその段階においてですね、こうしたことを二度と起こさないように、組織のあり方、あ先ほど委員がご指摘になったですね、文書管理について果たしてしっかりと。 公民の皆さんがそれを意識しているかどうか、まあ、2%しか受講していないではないかという重要なご指摘もございました、こうした点も踏まえてです、ねえー、いわば行政全体として、えー、もう、ずっとこうしたことが起こらないようにしていく上において、対策をしていく、そして、組織をしっかりと立て直していくことが求められている、そのわれわれ責任を果たしていきたいと、こう考えております横山伸一君、はい。以上で私からの質問あります。